昼にライブしてそのままレッスンだったからさちゃんとしたの食べれなくてさまあおにぎり1個食べたんですけど <laughs> やばいこんな10時半とかに空腹が来てしまったなんか奈々さが食べてたおにぎりセブンイレブンの秋の新作みたいなうわーすっごいグリッターになってありがとう書いた。 がめっちゃひんやみ「おいだよこれって美味しい」って言ってくれて買ったのなんかねいつから発売されてるのか分かんないけど最近だと思う食べた人いるかなセブンイレブンのおにぎりでなん天ぷらおにぎりみたいな名前なんですけどさつまいも入,りさつまいも入ってるのえなん天ぷらおに全然天ぷらじゃないな出てこないでもなんか醤油みたいな味ご飯みたいなやつ でお酒ちゃんハート高橋さんアイスあれ今アイス食べたいからでいでさつまいもの3ミ,リか3ミリの立方体ぐらいのちっちゃい大きさのさつまいもも入っててしかも安いのって言ってて確かに安いって言って買った真似して奈良さが食べててそのあとコンビニ行って110円とかなの今どきさコンビニの具材ありおにぎりとかさ160円とか200円とかさ食べてよ でも,でも食べたんですけどライブ終わりレッスン前にもうレッスンして今もう空腹になってしまったよやばいショーン900回ホありがとういっぱい来てくれて今日も台湾来てくれてえっと写真も撮ってくれてありがとうすごい最近さ落ちるんですけど画角がスマホが太ったのかも今も落ちたし昨日も落ちたセブンイレブン・なウ てん,てんたれまぶしあそんなやつてんてんたれまぶしそれそれさつまいも入りみたいなあそうそうサイロポニーかわいいおまじえうれしいくしゃみでそうくしゃみ出た サイドポニーかやったサイドポニーめっちゃ久々にしたんですよ別にやめてたわけでもないし何の理由もないんですけど気づいたら最近サイドポニーしてなくないと思ってしてみたいつぶりだったんだろう本当にでも9月1回もしてないレベルで10月でしょもう覚えてないんですけど漢字んかフルーツいっぱいありがとう嬉しいお腹すいたからお元気いないくしゃみ出る今日めっちゃ なんでだろう今日寒い日じゃなかったよ暑い日だったらしいくしゃみくしゃみ誰かが噂してるでしょ私のことクッシーかわいいのギしたありがとうサインドポニーですくるくるくるストレートにしましたお酒ちゃんくちゃん朝からおきまえハートギフトの方高橋さん友にゃんぴさんちょんとおよよ

ミハナオかなええー、嬉しい今日特典会行った人が終わった後今日ヒニャの特典会行った人が終わった後めっちゃニヤニヤしててやばい可愛い,いって言っててわかるってなってえっ嬉しい嬉しいどの人かわかるかもえ嬉しい <laughs> しかもそれを配信でその状況を言ってくれたし言ってくれてあの 何共有してくれたことも嬉しいし分かるって思ってくれてんの嬉しいそういうあんま出すタイプじゃないでしょなんか嬉しいそう思ってくれてんだね嬉しいなニコニコ今日はしんきさんがいっぱい来てくださってて平日のねお昼まあまあピルマというか夕方4時とかだったんですけどすごい 初めまししてての方多くて嬉しかったです上海上海とかも9割初めましての方だったんですけど日本国内でいうと日本国内のライブでいうとここ数か月で新規さんの割合一番高かったかも今日割合ね人数じゃなくて人数的な難しいな日本語母数があれだったからあれなんですけど。 平日のお昼で既存の方がねいつもよりはそんなみんなお仕事されてた感じだったのであれだったんですけどでも割合で言うとまあ上海はまあ初だったのであの上海はずば抜けてね皆さん新規さんって感じだったんです嬉しいんですけどそう国内で言うと多くてねすごい本当に今日ライブで福田のこと見つけて色も分かんなかったからペンライトも触れなかったんですけど「一目惚れしてきました」って言ってくれて「え嬉しい!」ってなったし。 なんか SNS 見て気になってたけど初めて推しグループと対バンかぶったので来ましたとかあともうあと他のパターンは対バンでちょくちょく見てたけど新規無料あるの知って今日推しいつもなんか推しグループのライブとかいろいろかぶってたみたいで対バンでちょくちょく見て好きだなって思ってたけど「今日えっ!?」 みたいななんかいろんなパターンの始めいろんなパターンの見つけ方とかタイミングがあって初めましてしに来てくれた方が多くて嬉しかったですはい嬉しかった嬉しいことはみんなに共有配信で「おきまえハートありがとう」「時間帯時間,時間帯」というかまあかぶってたアイドルさんとかじゃない 渋谷の時間帯お昼でもそうだったかと言われるとそうじゃないからねこの上海に行った日の大選週祭うんだからいろいろろ本当にいろんなことが重なってなんだと思うその時間帯とかもあるだろうし一緒に出てたアイドルさんのタイムス,スケジュールとかもあるしいろいろ特典会やってる場所とかにもよるだろうしね目につく場所とか嬉しかった でもね聞いいてくださいそのなもう結構何人か来てくださっててその中でね「ゼッ,プゼップっていうか「3周年ライブがもうすぐあるんだけど」って言って「ローチ系いた8日までなんだよね迷い」前よりみたいな話したら「来てくれる方いてえ嬉しいんだけどなんかさその方はなんかずっと福田のこと気になってて今日タイミングあったとかの方じゃなくて全然彼らのこと知らなかったけど今日一目惚れしました」みたいなぐらいのノリで来てくれた方なんですよ。 がえー、みたいな「分かったろうちけね」みたいな感じでドト,トンえ嬉しい!」と思ってなんかそんな正直さ初めましてのあの数十秒しかない得点会でさそんなこと言うのあれだなとか思ったんですけど全員は言ってないんですけれどもそのなんか話してた感じのあれとかにその感じ取ることがいろいろあるじゃないですか。であこの方像参入するの言ってみたいと思って言ってら「え嬉しい!」と思って。 ほぼりみでいったん前より洋館までみたいだから明日までだからって,ってえ嬉しいと思ってあ空いてると思います17日みたいな嬉しいと思ってそう彼合いの直近の大きいライブはね17日にある3周年ライブですので1年に1回のバースデーですので嬉しいと思って。 しかも今日推し編衣装だったからいろんなもうレアでしたねめっちゃ久々に推し編そうなんですでマジ20秒しかないから本当は全員にいたいんですけどねそう、まあ、時間はない <laughs> そうまあタイミングとかにもいろいろよりますけどね本当、十17日もうすぐなので嬉しい いいろいろだって普段の定期公演とかよりさやっぱ周年とかツアーファイナルは演出とかもさあ,あの違うこだわりがあるっていうか高根さんとか見ても思いましたもん演出すごい照明ライトとかすごかったじゃん歌ってる子にハ,ハスハスが当たってるなんだっけライトのあすごかったしそういう意味でももうスペシャル だと思うのでぜひ「カレンライブリ」今気になってるよって方は10月17日の夜18時 ZEP 新宿にて3周年アニバーサリーライブがありますのでぜひお越しくださいロケ一般発売中です今カレー愛好きになるといいいいポイントを言うね8人まあ一期生メンバーみたいな8八人がいいまあいいなんて言うんだろう初,期初期面っていうかちょっと言い方が現メンバー。 の8人の人フィナーレ最後のライブでもあり新メンツさ四4人を迎えての12人初めてのライブでもあります一石二鳥最後も最初も見られる。でカレンダイボリーはこの冬メジャーデビューすることが日本クラウンさんから決まっているのでメジャーデビュー前最後というか本当メジャーデビューと同時にカレンダイボブリー押し始めたみたいな感じでこれからねこううなぎ登りに行く。 いけるよう私たちも頑張るしその予定なのでメジャーデビュー前に枯れない堀のことライブ単独ライブ行ったよ押し始めたよーってすごい一緒にねメジャーデビューで盛り上がっていきたいと思ってます、はい、よろししくお願いします2024年今年中の大きな単独本当に3周年が最後だと思うので。 えー、あクリスマスマイベントがあるかかないいぐらいですよねこの2年間見てると別に11月12月はそんな大きなあれはなくて10月が10月が一番大きなカレン・ナイボリーのデビュー記念日ですので一番大きな月なんですよそれだから今はあんまり正直メンバーとか曲とか知らないから行くの迷うなみたいな方もあのー、逆にもう1年後とかまでしかその大きなライブはないので。 あの興味本位でも来てみてみいただけるとそれでメンバーのこととか曲のこととか知れると思うのでぜひあんま知らない僕私が行くのはなって思ってる方はお越しください是非そうメジャーデビュー前から応援してたんですって「小さん面するねえしてして小さん面」メジャーデビュー前から知ってるしメジャーデビュー前の単独大きな単独イベントも行ってたし。 メジャーーデビュー前に得点会で話したことああよしっって子さ,さんずらしてそうそう子さんずらねそうそうカリアレー屋のそれ去年やったじゃん2周年でまねっていうか2年連続同じ瀬戸りはなくない分かんないんですけどね瀬戸り知らないんですけどまだ <laughs> 配信で見たけどえそうすごかったでしょそうそうお支配のピンク衣装ほんと愛わいくつえかわいいよねそう めっちゃ久々に着れて嬉しかったです。喋り方にいや。いやだ。人生で一度ぐらい子さんずらしてみたい。カレー屋の子さんずらできるじゃん。最初の十二月。のファンム来たよって、二千二十一年。子さんずらできるよ。カレし,し、できるから、おいでよ。カレーのライブ行って、初めてカレー屋のライブ行って、一年にあります。おお。ええー、嬉しい。一歳、出会、出会って一年、一歳記念日。 ひなたちゃん口うまいハキハキあごめんねきゅうちゃんごめんごめんシュンってしならないようにねハキハキありがとうって福田の扱い <laughs> な慣れててありがとうそうそうひなたの魅力だよありがとうそう千人ハートありがとうたけちゃんこんばんは、ま、こんばんにゃーそうあと12分後ぐらいに始まるから終わるうどんハートありがとう8人プラス4人なのでみんな覚えられる 最初から12人だったらさすがに覚えられない,いや確かに4人今の8人の名前とかを覚えてくださってる方は4人覚えたらい,いですかそうそうそう難しいよでも12そうですまあでもどうにかなる「か <laughs> れあい2周年の大阪が始めた」 嬉しかったなーかまたね大阪とかでも周年させていただけるように大きくなりますね東京即完売とかだったら多分いっぱいいろんな地方でもできると思うので高橋んグリッターありがとう17日は新宿が暑い本当にでも嬉しいみんな仕事とか調整して17日お休み取ったりしていくねとか言ってくれたらありがとうございます朝からお決まりあ,ーありがとう もう新面4人の名前覚えた褒めてほしいだってえっ褒めたたえ褒め称え。えすごいなんか今いろんなレッスンしててそのダンスの先生とかにも会うの初めてじゃないですか新面さん新面ちゃんそれこそ「新曲があります」って一昨日 YouTube で出て新曲の12人初めての新曲の振り入れとかもしたんですけどダンスの先生とかも。 あ4人入ったの4人覚えるねみたいな感じでねなんかそういろんな方が4人の名前を覚えてる姿を今たくさん見てるんですけれどもでも結構なんかそのりえとあかりちゃんみたいに顔が似てるみたいな子はいなくて結構系統の違うお顔をしてるからあんまダースの先生とかいろんなスタッフさんとかしめんちゃんと初めて会ってる方 見てる感じ特徴は捉えやすくて間違えにくいかなと思いますみんなそれぞれの可愛さと美人さがあるので身長高い2人がこっちゃんとみくしで身長小さめな2人がなおちゃんとゆらこまあ髪はみんな長いんですけども顔がね結構。 全然似てる子はいないから大丈夫だと思うそうそうそう,そう覚やすい旬バラありがとう平均身長も平均年齢も下がった感じなのかうん平均し身長も年齢も下がったと思ううん下がった下がったみんな個性的そうゆらこちゃん身長えー、ゆら と奈緒ちゃん2人ともでもレミよりだいぶ小さくてかわいいそうそうでもアイドルによくいる小さい女の子って感じかもかわいいダンス経験ないのは1人だけねそうねダンス経験ないのは1人かもでもなんかこアイドルダンスとかコピーして踊るの好きって言ってたからそういう意味ではダンス経験ない子はゼロなんですけれどもそうね まあ,ま,あまあそうそうそうみんなダンスも歌もやったことある子たちかなそうそうそうもうスーパーマン本当にあのなんて言うんだろう心強い魅力たっぷりの即戦力かわいい最高みたいな4人がもう最強最強な4人が来てくれたので、ね、彼愛パワーアップって感じひなより高えー、どうだろうこっちゃんとミクシーの身長 えーどうだろううわーそんなえー、でもこっちゃんとミクシー七瀬よりは低いと思うえー、私と一緒えー、私より高いのかな私と一緒えー、えわ、ー、かんない私とどんぐりの背比べぐらいかは私より高いかもしれないえー、どうなんだろうえー、どうなんだろうそんなちゃんとサロチューンとかしたことないかわかんないからえー、でもプロフィールに身長出てないのかなしんべちゃんの。 プロフィールも公開されてるけど特技とか趣味とか書いてたけどしか勝たんえうれしい <laughs> 新メンバーみんな金にしっかりとけ込んでねそうかわち <laughs> どういう世界使い方えなんなて言えばいいのでももともとリオちゃんと私リオちゃん私美春、るんゆりの4人がえマジで身長一緒ぐらいなんですよこの4人らへんが。 多分5歳一1センチ前後この4人、ま、めっちゃ160前後が4人ぐらいいてめっもうそもそもそこがすごい似てて彼がいてそ,うその160前後5歳一1センチあるかないかぐらいにミクシーとこっちゃんが加わったのかなそれより高いのかちょっと比べとく その4人ではひなが一番大きく見えるえじゃあ私が大きいのかもね一番160あるからまあ確かにどうなんだろう一番大きいのかもしれないこのその4人で私が一番大きいのかもだけどでも別に多分こんな159.5と160.0とかさ5ミリしか変わんないからなスタイルがいいから写真だと。 実際の身長より大きくええー、ほんとしいサイトお花ありがとうねこっちゃんまだしええ思った思った女の子ってさ遅い子中学高校とかで伸びたりするじゃん早い子は小学校で泊まる子もいるんだけどねこっちゃんワンちゃん身長伸びるよねでもじゃあこっちゃん身長伸びるの早組なのかなわかんないすでにね身長高いからあれだけど泊まってない説はあるよね もう15歳だから15歳って伸びるよいっぱいいっぱい寝ていっぱい伸びるかもしれない7歳ぐらいになるかもしれないすう君スすう待ってたよなんてたそうだよねすう君ん見,見た <laughs> 見た同じ地元出身の子が新名増えたらいいなって書いてて私はあ名古屋の子いるよって思ってたんだけど 見た全然ちょっと反応なかったんですけれどもおめでとう愛知愛知出身の子来ましたよ彼合いにしてるのかなひなちゃんもいっぱい食べていっぱいなれば食べていっぱいなればまた伸びるあ本当？伸びるかなまだでもわりかしちょうどいいと思う私高くも低くもない身長でよく覚えてんなっずっと思ってたのわりに反応なくて愛知の子いたのにあかさんママそうでも私 そうカレの中だと身長高い方ではあるんですけど家族で一番ちっちゃいのだからなんか中学校の時とかってあんま世界を知らないじゃん世の中を知らないじゃんでも家族がまあ家がホームじゃないですか、まあ、家があれだからマジでずっとちびっちびっこいちびだと思ってたんですよでもまあ本当に小学校の時とかは毎年クラス替えしても前から2番目だったの で私は結構成長が遅いタイプで中学校で多分1 0ンチ以上伸びたみたいな感じなのだからずっと自分はチビだと思って生きてたしまあ実際小学校とか中学校の前半とかは本当にもう背の順もうなんかなんか前から2番目が補填みたいなあんなね人がメンバーかかってだったんですけどなんかで 家族の中でもいまだに一番ちっちゃいんですけどそのなんか大きかったみたいみんなが <laughs> そうだから不思議ですねだからね外の世界を知るまではあの私もっと大きくなりたいと思ってたけど意外と平均身長なんだ私と思ってなんかもうもういいそうぴったり七瀬さんも中学での見たあそうなんだ そうなんじゃちょっとランキング読も三ねそうこうお花ちびひにゃそうちびひにゃが伸びたちびちびひにゃだった本当にねずっとち,ち,ちっちゃいかった中学できた高校か分かんないのぎん15位14位朝から起き前十13位ターボーちゃん 12tkc11 シー10位鳴沢9位つやつや8やまびこ8号7位ともにアんぴさ6位ふくチャンスありがとう五位きゅうちゃんさん やばいずっと正座してた足がしびれたこんなもう終わる直前に普通にね座ったらこのぐらいの頭のサイズなんですけどちょっと気合い入れてなんか正座してた <laughs> 4位厚つのり3位かいありがとう2位高んありがとう1位はドゥズルルルカンズフルーツバスケットもありがとうプルプルしてるプルプルチビヒニャになった、うん、チビヒニャになったそうそうチビヒニャああと2分後に あのカレンナイブリー10月17日に3周年ライブハッピーハッピー3周年お祝いのライブがあるんですけれどもそれに向けて毎日、えー、メンバー新メンバー4人と現メンバー8人でペア交代交代で毎日2組ずつコラボ配信してますで今日は朝利用こっちゃんがしててこのあと2分後22時45分からミハルンとナオ、えー、ちゃんのコラボ配信があります。各 それぞれの二人の個人ルームで見れるので、ぜひ見に行って、しんめんちゃんのこととかもいっぱいしてください。よろしくお願いします。はい。はい。<laughs> いやだやだやん、やん、恥ずかしい。そう、よかった、よかった。そんな感じです。じゃ、バイバイ。終わります。ハート。うん、うん、うん。うん、うん、うん。うん、うん、うん。 TikTok も見て、ね、新ちうんうんありがとうございました。